こんちゃーす。中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。見て、この高速移動するカメックたち。楽しすぎるだろ、これ。この高速移動するカメックをかわしつつ、赤コインをゲットしなきゃいけないステージとなっております。まずは1枚ゲット。一匹倒したぞ。ああ、食らった。右に走り出したね。オッケー。お、なんか、結果、コインめっちゃ取れた。倒せる、倒せる、倒せる。あ、取った、これ。ここ降りて、ここ、これ死なねえんだ。オッケー。おー、クリアできました。はい、こちらツイッターでいただいたコースです。最初のクリアのパタパタだ、大丈夫？さあ行きましょう。あ、あいつ上に上がってくのか。帰ってくのか。ここだ。いや、倒しちまった。ちゃんと、あれですね。流れが。てか、こいつすげえな。ここ乗って上に上がっていきやがった。あいつすげえ。ここ。オッケー。で、こうなって。はい。はい。これは、確実に踏みつけていきましょう。で、オッケー。ゴール。まあ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 。マリオスポーツコース。こちらもツイッターでいただいたコースです。3月16日ですね。1個前やったコースが3月15でした。ついに3月16日まで来たね。やっとここまで来た。マリオスポーツコース。え？嘘。あ、そっか、そんなことない。投げれないんだ。投げれ位置を確認しましょう。多分この辺だと思う。うん。自動的に上に上がってきて踏んで、これで先に進みますね。さすがにあの隙間俺が入るってことはねえよな。これも、こいつを使うんですね。うわ、早っ。ベルトコンベアが止まってるんで、これを利用しない手はない。うわぁ。オッケー。中間ですね。こんな感じかな？で、踏んで入って、かぶって、オッケー。合ってたー。スケーボ。早く読め。Thank you very much. わー。ゴール。スピラン7。お、なんか、7ってことはいっぱいスピラン作ってくれてるっぽいですね。じゃあ、早速やっていきましょう。YouTuber へ挑戦状。YouTuber へ挑戦。お、赤コインが隠れてますね。はい。苦手なの。こうだね。入って。スピンで左に落として左に落としてだね。先の情報を見て死にましょう。え？じゃあ先投げて、だな。で、甲羅に取ってもらう感じですね、左はね。あ、持ってかなきゃいけなかったんですね。で、ここで入ってだね、了解。ああ、
しょう。左なんだけどな、結構難しいですね。なんだ？オッケー、入れるのね。ああ、スピンだ、ここは。行くぜ。投げて、ちょっと待つ。オッケー。ここは大丈夫じゃん。スピンだぞ。ここは大丈夫。ここはただのジャンプ。次スピン、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 スピン。ジャンプ、ジャンプ、三段が、うんぷー。なるほどね。ジャンプ、2の、サンガリア。そのまま左を出発。いや、届かねえか。ギリギリ届いた。左、右、あぶねえ。で、最後あれば入れるんだね。難しいなぁ。第3と、あと第7かな？第3と第7がめちゃめちゃむずい。3、4、5。オッケー。ここはオッケーでしょ？スピン、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 素晴らしい。で、第5は、ラッキーステージ。第6もラッキーステージ。問題の第7。ああ、ギリギリセーフ。マリオ、体半分持ってかれてなかった今。さあ、まだ9秒。右かな？うわあ、危ねえ。助かった。トゲ当たりそうだった今。え？これじゃん。残り6秒じゃん。いけるかな。オッケー。ほっ。ほっ。1、2、3マリオ。タイムアップ？そう。
よし、ダップ。ああ、何分かかった？このコースだけで1時間くらいかかったか？なんだこれ、きっつ。イエーイ、ベストタイム更新したぜ。よっしゃ、これはすげえよ。これ国内にクリアできる人いねえぞ、全然多分。うわー、すげえの見つけちまったな。親切で出してもいいくらいの難しさでした。ただ40秒っていう短さなんで、うん、まあなんとかなるかなっていう感じでしたけど、これが1分半とかだってやばかったでしょうね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミゴー。